はい、今あの後編の方がスタートいたしました。1軒目の、さっきの楠木栄さんからちょっと歩いてきまして、今あの2軒目の、第4ビルの方に移動してきました。でここに、立ち飲み龍さん、あの前に僕の、動画でも一度ちょっと飲み動画で入ったことのあるお店だったんですけども、その時はまあ特に紹介もなかったんで、はい、今回はちょっと紹介という形で入ってまた見ました。はい、で台瓶をね今注文いたしまして、はい、この一番搾り台瓶ですね。はい、これ美味しいんで、うん、これをもう一回いただきたいと思います。はい、こんな感じで結構ね美味しそうです。もう冷えてて、はいはい、それではご自宅で飲まれている皆様、ご一緒に乾杯しましょう。お疲れ様です。乾杯、いただきます。うん、もうバッチリですね。うん、さっきね日本酒いただいてきたんですけども、ただ今回はビールということで、うん、またちょっと変えてみました。はい、この後また当ての方も頼んでますので、はい、それもこの後いただいていきたいと思います。はい、今料理の方が届きました。鶏の唐揚げ380円と、ゲソの塩焼き280円です。これは今からいただいていきたいと思います。はい、では、いただいていきたいと思います。はい、まず鶏の唐揚げから いただきます。はい、こういう感じです。うん、結構サクサクしてて、うん、中はすごいジューシーですね、この唐揚げは。うん、もう唐揚げすごい好きなんですけども、うん、美味しいですねこれすごく。うん、ビールにも相性もバッチリだと思います。はい、うん、美味しいです。ビールもいただきます。うん、最高ですね。うん、まあ、立ち飲みは好きなんで来るんですけども、うん、こうやってねビールにこの唐揚げとか、あとはこの、ゲソの塩焼き、うん、これも今からいただきます。これこういうの、こういう、はい、感じですけども美味しいですね。あ、イカの、ゲソの塩焼きもいただきます。うん、うん、うまい。うん、結構ね味効いてて、美味しさっていうか、僕はあんまりねうまいこと言わんできないんですけど、うん、めちゃめちゃうまいですね。うん、これは合うなーってビールにね思います。うん、ああ美味しいです。うん、まあこれをまあ、いただいて、あとまた何か頼むかも分かりませんけども、うん、このままいただいていきたいと思います。はい、
の居酒屋龍さんで、いただいてまいりました立ち飲みの、居酒屋龍さんでですね、はい、ビールと、鶏の唐揚げと、ゲソの塩焼きをいただいてまいりました、はい、美味しかったですね、うん、またここはねちょくちょくとお邪魔させてもらってるお店なんでまたこっちの第3ビルですねの方に第4ビルか第4ビルの方に来させていただいた時にはまたお伺いしたいと思っております。はい、ということで、本日はこれで、終了したいと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。またよろしければ、チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。それでは、はい、失礼します。ありがとうございます。